徳川家康という名をご存知ですか？世界中のビジネスマンからその処世術が注目されている家康公。この地に生まれ天下統一を目指した家康公は頂点に立ち、日本の基礎を作ったのです。そして現在日本を支えるものづくり産業を生み、その躍進の原動力となっているのが三河の地。このパワーの源とは一体？キーワードは徳川家康。この人こそ風水を利用して天下を手中に収めた人物であることは有名です。そう、この地はパワーがあふれるスポットだったのです。徳川将軍家の祖先である松平氏は、現在の豊田市に位置する松平郷の豪族でした。まずはこの地を訪ねてみましょう。初代親氏や家康公を祀った松平東照宮。徳川幕府三代将軍家光によって再建された光月院など、徳川家ゆかりの寺社が自然豊かな山里にその姿を残しています。さて、この地域に発展をもたらしたのは江戸時代になって整備された伊那街道、現在の飯田街道でした。この街道整備も家康公が始めたものだったのです。伊那街道は三河湾からの潮や海の幸を内陸へ、そこからの山の幸を三河の地へ運ぶ潮の道と呼ばれていました。交易の中継地として栄えた宿場町がここ飛鳥の町なのです。今でもおよそ250年前の江戸時代さながらに白壁の家並みが残っています。小原地区には春と秋に二度花を咲かせる小原四季桜があります。秋の紅葉とのコントラストは見事です。この地で和紙をすき始めたのは今からおよそ500年前と言われています。和紙の原料である楮の木の繊維をほぐし、美しく染色した原料と組み合わせ紙をすいていきます。小原和紙は今では美術工芸品として高く評価されています。人と物資が往来する場として経済文化の発展をもたらした伊那街道、三州飛鳥屋敷はその伝統文化を今に伝えています。さて、豊田市から知る人ぞ知る水にまつわる2つのパワースポットをご紹介しましょう。家康公のルーツ、松平郷にある松平東照宮。ここには家康公生誕の際に用いられたという産湯の井戸があり、霊験新たかな御神水が湧き出ています。今も安産や立身出世、厄除けを願う人が御神水を求めてこの神社を訪れます。もう一つは豊田市の北西部に位置する佐那毛温泉。ここでは細胞を活性化し、痛風や高血圧などに効果があると言われる天然ラドン泉が湧き出ています。飲める源泉長寿の泉には訪れる人が後を絶ちません。家康公が長寿であったのもこうした大地のパワーを得ていたからなのかもしれませんね。家康公のルーツ、松平郷は米などの作物が育ちにくい山あいの貧しい土地でした。家康公の先祖松平家初代松平親氏以降、歴代の当主は家臣や領民の生活を豊かにするため領地を広げる戦を重ねていきました。戦に勝利した松平家は松平郷から安城へ移り、この地を本拠地として豊かになっていったのです。この時の安城への移動が風水的に基地の方向であり、家康公に幸運成功をもたらしたのかもしれません。そんな家康公が基盤を作った三河地方は近代に入り、明治用水と農家の人々の努力によって農業そして製糸業が発展しました。
この地は今も農業の先進地域として栄える日本有数の農業地として生まれ変わったのです。さらに農産業の発展とともに文化芸能も栄えていきます。その代表的なものが芸妓文化。先進的な農業が全国的に注目を浴び、日本だけでなく海外からも視察が相次ぎ、お客さんへのもてなしが100年の歴史を刻む芸妓文化へと発展させました。家康公もこれを夢見ていたのではないでしょうか。夢といえば一富士二鷹三なすび。昔から初夢の中に出てくると縁起が良いとされているものなのですが、これは家康公が好きだったものであると言われています。こちらでは地元特産の千両なすというものがあり、風水では地のものを食べると運気が上がるとも言われています。さらに味噌を代表とする発酵食品も粘り強く物事が続けられると言われていますので、ナスを田楽でいただきましょう。粘り強く物事をナスと縁起が良い。家康公の愛した地元の味を食してみれば開運間違いなしです。家康公の運命を変え出世ロードのスタートとなった地がここ岡崎です。当時今川織田という二大勢力に挟まれ、両家の人質として翻弄される人生を歩んだ家康公でしたが、人質としての移動が風水的に吉の方向であり、この人質生活が家康公にとって開運であったと言われています。この後家康公は時代の主役として表舞台に登場するのです。家康公の勝利を陰で支えていたこの地方独特の名産品があります。それが八丁味噌です。家康公は日持ちが良い八丁味噌を戦での兵糧として持ち歩いていたようで、家康公が天下を取ったのも八丁味噌のおかげだと地元では語られています。さて話は戻りますが、家康公にとって最大の試練が待っていました。1560年桶狭間の戦いで今川軍が織田軍に敗れ、今川軍の一武将であった家康公は織田軍に追われ命からがら岡崎の大樹寺に逃げ込んだのでした。そこで東予商人と出会い、家康公の人生が変わったのです。家康公がね、ここ来て、そして松平御前の前で切腹しようと思った。で東予商人が大将というものは命を大切にしなきゃと、そのここで果てたらしまいじゃないかと、オンリーエド、ゴング浄土と、この戦国の世をね、この平定するのがあなたの役目ではないかということで殺されまして、切腹をまあそのやめられた。オンリーエド、ゴング浄土の旗を掲げ、寺の僧と共に戦い、織田軍の手から逃げ切り、家康公は無事岡崎城に戻れたといいます。家康公はその後も数々の戦に勝利を収め、戦国の世をまとめ上げ、天下統一まで上り詰めました。そんな家康公と関係が深いここ大樹寺もパワースポットなのです。先ほどの大樹寺での織田軍との戦いで家康公が切りつけた門の貫抜きは、開運の吉兆、貫抜き神として祀られるようになったのです。貫抜き神に願をかければさらなる開運を得られるかも。この岡崎にはさらなるパワースポットも存在するのです。それがこちら、ビスタラインと呼ばれ、大樹寺の山門を通して岡崎城の天守閣が望めます。その岡崎城は日本の代表的なパワースポットと言われています。岡崎城のある場所は目に見えない気やエネルギーの血の流と水流が相まみえる場所で、大きなエネルギーに満ちていると言われているのです。ここでエネルギーを得られれば家康公のように天下を取るような人物になれるかもしれません。家康公という人物を生んだ三河地方、伝統的な工芸や特色ある食文化、
そして先進的な農業や世界に誇る自動車産業まで、まさにこの地は家康公以後も日本を代表する人、産業を生み出し続けています。日本躍進の原点はこの地に脈々と流れる家康公の心意気、気概であるかもしれない。開運家康ロード、この地にはそんなパワーが宿っているのです。